ジューニアス・スペンサー・モルガンジューニアス・スペンサー・モルガンはアメリカ合衆国の銀行家、財政家、ウェスト・スプリングフィールド生まれ、主としてロンドンで事業を展開した。モルガン家のルーツはイギリスのウェールズである。モルガン家がアメリカに移民したのは1626年で、現在のマサチューセッツ州、スプリングフィールドに入植した。農業は成功し、 地主として徐々に資産を蓄えていった。1817年には、子孫の一人、ジョセフ・モルガンが代々相続してきた土地を売却して、コネチカット州ハートフォードに転居した。数々の事業を起こし、ハートフォードニューヘイブン鉄道設立時にはそこに、出資した。その息子が、ジューニアスである。ジョセフは1847年に死去した。際の遺産は100万ドルを超えた。 1829年、ボストンのアルフレッド・ウェルズに雇われて、キャリアをスタートさせた。1836年には、父、ジョセフが、織物賞の共同経営権を、ジュニアスに買い与えた。同年、教会の牧師、ジョン・ピア・ポントの娘であるジュリエット・ピア・ポントと結婚。息子のジョン・モルガンが信仰に非常に熱心だったのは、こうした背景にもよる。 1836年から1853年の間、ジューニアスは、メンカなどの貿易に従事した。1851年、メンカ取引が軌道に乗って、ロストンへ移住し、ジェームズ・マリソン・ベーベと組んで、J.M. ベーベ、モーガン &CO を立ち上げた。1854年、ロンドンで活動するアメリカ人銀行家、ジョージ・ピーボディのパートナーとなり、ピーボディ、 モルガンカンパニーを設立。後、1864年にピーボディの事業を完全に譲渡され、会社名をジューニアス・スペンサー・モルガンカンパニーと解消した。1864年、息子、ジョン・モルガンにチャールズ・ヘンリー・ラブニーを紹介し、ニューヨークにダブニー・モルガンカンパニーを設立。これをジューニアス・スペンサー・モルガンカンパニーのニューヨーク代理店とした。 1870年、不屈戦争で劣勢に陥り、資金繰りに悩むフランス政府の資金調達を引き受けた。優勢なのはプロイセンであり、ライバル銀行はプロイセンに融資していた。そのため学面を割る学で、フランス交際を売り裁こうとも買い手が少なく、1ニアスは最大で学面の55%まで下がった交際を買い支えた。ところが1873年にはフランスは、 額面の満額で交際を召喚したため、莫大な利益が1ニアスの元に入った。その額は150万ポンドにもなった。このことをきっかけに、1ニアスは銀行家として躍進していく。1890年4月3日、1ニアスが乗っていた馬車が暴走し、1ニアスは意識不明となったまま死去した。墓所はハートフォードのシーダーヒル墓地である。遺産は1000万ドル。 現在のモルガンと名のつく銀行の直接の源はロンドンのジョージ・ピー・ボディカンパニーである。アメリカ有数の銀行家であったピー・ボディは独身で血縁者を後継者にするのが当然であった当時において後継者問題に悩んでおり家族持ちで外国との取引経験があり交際上手なアメリカ人であることを望んでいた。そこで ジェームズ・マディソン・ベーベがジュニアスを推薦した。1853年に、ジュニアスは、ピア・ポントラを伴って投営し、ピーボディに面会。ピーボディは事業を、ジュニアスにとって、好条件で全上することを伝えた。しかし、ジュニアスは慎重に、財務内容を判断した上で、1854年10月、ピーボディのパートナーとなり、ロンドンに移住した。 1857年、強行が起こる。ジョージ・ピー・ボディカンパニーは危うく倒産の危機に見舞われる。南北戦争の頃から、ピー・ボディは、事前事業に傾倒し、蓄えてきた、莫大な財産をすごい勢いで放出した。1864年には、ピー・ボディは、事業から完全に退くが、その際、自分の名前を後世に残すとしたら、肩書きは、事前事業のみ。 と考えて、称号等をモルガンに残すという約束を保護にする。同年、やもエずジュニアススペンサー・モルガンカンパニーと解消した。後、1910年にはパートナーの名前を入れ、投資銀行、モルガン・グレンフェールカンパニーとなり、1989年にドイツ銀行に買収されるまで存続した。ありがとうございます。